はいどうも、ショートイズのショートです。今回の動画では先日のワンピースデーでデコマスが公開された東映アニメーションコレクションのギアフィフスですね。こちらが本日から予約開始になりましたので、サイズとか公開された情報を含めご紹介していきたいと思います。ということで早速見ていきましょう。はい、ということで今回かなりね画像も公開されたので、さらっと振り返り程度にフィギュアも見ていきたいと思います。はい、で今回ジオラマフィギュアということで、なんとルフィがね計4体1つのフィギュアに入ってます。で4体それぞれ違ったポージングを楽しめますし、なんかそれぞれサイズも違って、ほんとフィギュアとしてもね自由な感じに仕上がってます。で中央の大きなルフィは雷を掴んでいて、めちゃめちゃかっこいいですね。で他の3人は結構ふざけてる感じで、でよくねトムとジェリーって言われますけど、カートゥーンチックで可愛いテイストに仕上がってると思います。でこのデコマスを見る感じはめちゃめちゃクオリティ高そうですよね。で個人的になんですけど、歌の新時代でちょっと気になるところがあったので、いわゆるデコマスさというか製品版での劣化ができるだけ少ないとありがたいのかなと思います。はい、それでは続いて商品概要見ていきたいと思います。今回こんな感じですね。はい、でまず気になる価格なんですけど、今回税込み2万7000円になってます。なかなかの金額ですね。正直 POP の2価が、特別価格ではあるんですけど2万2000円だったので、マキシマムにプラス5000円かって考えるとちょっとね高く感じたんですけど、SMSD のシャンクスが3万5000円とかだったっけ。そう、あのシャンクスよりは高さ大きいんですよ。 SMSD シャンクス高さ15センチとかで、今回のねギアフィフス高さ210ミリ、21センチあるので、あのシャンクス3万5000円なら、このギアフィフス2万7000円でも納得かなっていう感じではありますね。ただやっぱりこれ欲しい人はマキシマムもね多分欲しいっていう人多いと思うので、両方買って送料入れたら5万円超えると思うので、ちょっとね連発されるにしてはきつい金額かなと思います。はい、でさっきも触れたんですけど、サイズね全方向公開されています。まず高さが 210mm、 横幅 230mm、 奥行きが 200mm になってます。一番大きいルフィの羽衣と、あと雷で高さとね横幅が結構出てる感じになってます。はい、で予約の期間なんですけど、ただいま一時受付期間となってまして、一時の期間が8月7日13時から8月31日中となっております。で今回も準備数に限りがあると記載があるので、一定数超えた場合は二次受付となります。これ歌の新時代の時と一緒な感じですかね。で二次受付になると発送がね多分1ヶ月から2ヶ月ぐらい変わると思うので、早めに届いてほしい方は購入も早めにねするといいのかなと思います。はい、でこちら一時受付期間中に予約をすると、発送は来年2024年の4月予定となっております。はい、で自分も開始してすぐに予約できたので、来年開封レビュー投稿すると思うので、そちらもよろしくお願いします。はい、ということで今回の東映アニメーションコレクションギアフィフスいかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんの感想もコメント欄等で教えてください。ということで今後もジャンプ系を中心にハイクオリティフィギュアの新作情報や開封レビュー動画どんどん投稿していきますので、気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。